このシーズン2020年のオートバイススワー GT シリーズチャンピオンを獲得されました GT500 のチャンピオンチームをご紹介いたします。2020オートバイススワー GT GT500 クラスチーム部門シリーズチャンピオンはカーナンバー100レイニック NSX GT でした。高橋国光総監督、どうぞ表彰台の一番高いところへお越しください。大きな拍手をお願いください。おめでとうございます。続きましてシリーズ2位を獲得されましたのはカーナンバー37キーパートス GR セブンでした山田純監督、どうぞお願いいたします。大きな拍手をお願いください。そしてシリーズ第3位はカーナンバー17京浜 NSX GT でした金石勝夫監督、どうぞお願いいたします。大きな拍手をお願いください。それではまずはじめにオートバックス賞の贈呈が行われます。シリーズチャンピオン、そして2位3位となりました監督の皆様にはオートバックス賞が贈られます。本日は株式会社オートバックスセブン様より代表取締役社長社長執行役員の小林清様にお越しいただいております。では監督の皆様、どうぞお足元のオートバックスのロゴが入りましたトロフィーをお持ちください。さあそれをではお持ちいただいてのありがとうございました。オートバックス賞でございました。小林さんありがとうございました。では皆様トロフィーをどうぞお戻しください。はい、ありがとうございます。そして続きまして、続きまして経済産業大臣杯の贈呈に参りたいと思います。経済産業大臣杯は GT500 クラスのチャンピオンチームに贈られます。本日ご訪問のため欠席でございます。では恐れ入ります、高橋国光総監督、大変大きいトロフィーでございますけれども、金石監督ちょっと、はい、ありがとうございます。よろしいですか。ではこのままフォトセッションに参りたいと思います。大きな拍手をお願いします。経済産業大臣杯の贈呈でございます。高橋国光総監督にお贈呈いただきました。はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、では続きましてプロモーター賞の贈呈でございます。プロモーター賞は GT500 クラスのチャンピオンチームに贈られます。それでは番号代表入っていただきまして、高橋国光総監督には、スーパー GT のロゴが入りましたゴールドのトロフィーを、はい、ゴールドのトロフィーを高橋国光総監督にはお持ちいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、では番号まさき代表が入りましたフォトセッションでございます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。どうぞお乗りください。はい、ありがとうございました。じゃあ、和田代表もありがとうございました。さあ、ということで、改めまして、GT500 クラスチャンピオンを獲得された、そして2位、3位の皆様、ご紹介させていただきました。ファンの皆さん、どうぞ、拍手を一度お送りください。2020オートバックススーパー GT シリーズ GT500 のチーム表彰でございました。では、監督の皆様、ありがとうございました。順番にご登壇ください。では続いて準備を整えまして GT300 クラスを